ただいまご紹介になった日立製作所のグラスです。本日のビジネスフォーラム、巨大都市における水管理のパネルディスカッションに招いていただきまして、ありがとうございます。私はですね、スマートシティにおける上下水道のイノベーションについて、日立の取り組みとその目指す姿のお話をさせていただきたいというふうに思います。まず最初に日立の概要を少し説明させていただきたいと思います。 日立は IoT 時代のイノベーションパートナーとして、社会イノベーション事業の推進を通じて、お客様の競争を進めています。日立が進める社会イノベーション事業は、ここに示す4つの事業ドメインに注,目注力しておりまして、水事業もその1つとなっております。それででは日立の水事業ですが 私たちはプロダクト、システム、エンジニアリング、O&M から事業運営まで、幅広い範囲の事業を手掛けております。これまで国内では、約700か所の浄水場に、約900か所の下水処理場へ、ポンプやファン、水処理設備、運転制御監視システムなどを納入してまいりました。海外についても、40の国や地域に200サイト以上に納入実績があります。 次にこれは日立の水事業が目指す方向性を絵に表したものですがデジタル化が推進する社会の中で日立がこれまで培ってきました OTIT プロダクトの技術をベースにそれらを IT プラットフォームルマーダでつないでビッグデータ解析や AI などを駆使しまして 安全安心な水資源の確保、水環境の保全、水,水資源全体のマネジメントなど、さまざまなソリューションを通して新たな付加価値やサービスを提供する、そのような水事業の姿をお客様やいろいろなパートナーの方々との競争によって描いて推進していきます。それがデジタル社会でのスマートシティ,だスマートシティやメガシティの目指すべき水インフラ の姿になり日本が提唱しています、ソサイエティ5.0の実現や、SDGs の達成に貢献するのはつながるというふうに考えております。本日はその取り組みの中から、安全安心な水資源の確保、水環境の保全、水資源全体のマネジメントに、その3つのソリューションの具体的な事例を紹介していきたいというふうに思っております。 まず最初は安全安心な水資源の確保に関するソリューションです。これは高回収率海水淡水化 RO システムですが従来型の回収率が約40%であるのに対して RO 膜モジュールのシステム構成など工夫することにより60%と効率を約1.5倍に向上させることができました。新規に海水淡水化プラントを建設する際には 取水設備や前処理設備が小型化され、必要な敷地面積も小さくなることから、設備費用や土木建築費用など、建設コストの低減が可能になるというふうに思っております。季節ににに導入すすするる際には従来型よりもも水量が倍にすることもできます 今年の5月より、サウジアラビアで NEDO 実証事業として、サウジアラビア海水淡水化公社、SWCC と連携をし、レさんとも共同で、1万トンの高回収海水淡水化 RO システム実証プロジェクトをスタートさせています。次は、下水を利用した海水淡水化、レミックスウォーターです。レミッククススウォータータは下水のリサイクルプロセスと 膜法による海水炭水化プロセスを組み合わせたハイブリッド型の増水システムになります。省エネ省エネを実現するとともに、R を膜プロセスでにて排出されます。濃縮水の塩濃度を海水と同等にし、環境配慮型のシステムでもなります。 すでに日本国内で実証試験を行い、その効果を確認した上で、現在、南アフリカ・ダーバンで、ネドウの国際実証事業として推進中であります。次に、水環境の保全に関する、えー、水環境の保全に関するソリューションの一つである、下水中の窒素を効率的に処理する技術、ペガサスについてご紹介をしたいと思います。 下水中の窒素は、閉鎖性水域など、不栄養化の原因となり、赤潮などの引き起こし、生態系を維持するための環境の破壊につながります。特に都市部では、年々この窒素処理のニーズが高まっています。ペガサスは、高分子ゲルで微生物を固定化した単体を利用したシステムで、従来技術,来技術と比べまして、約2倍の高速処理が可能となります。 すでに国内外40カ所以上の公共下水処理施設及び民間工場に導入されていますが、現在も北米においてデモンストレーション試験なども行っております。最後に水資源全体のマネジメントに関するソリューションのいくつかを紹介していきたいと思います。これは水道の運用マネジメントのソリューションになります。日々の事情変動に応じて浄水場や 排送水ポンプの運用を最適化した省エネだとか、季節、天候、曜日などを考慮した水需要予測によりまして、排水地や送排水系の適切な運用、効率化を図ってまいります。そのほかにも水道管網の水圧を適切に制御する排水コントロールや、 振動センサーを活用した漏水検知などお客様のニーズに合わせ様々な組み合わせをし国内20箇所に導入させていただいております次は光ファイバーを活用した下水管路向けのマルチセンシングシステムになります大都市など下水管路には光ファイバー通信網が整備されている場合がありますが様々なセンサーを接続できる端子をこの光ファイバー上に設置することで 水位や水質などリアルタイムで遠隔監視ができるようなシステムになります光通信のエネルギーだけでセンサーを動作させることができるために電源や電池が不要となりますこれは東京都や関係団体の方々とともに開発をいたしましたが雨水や下水のダイナミックな変化をやや把握することができ、えー、ですねあ失礼しました、えー 浸水対策や下水管路管理などの利用にすることができます。最後に IoT プラットフォームルマーダーを活用しましたクラウドサービス O&M 支援デジタルサービスデジタルソリューションについて説明をしたいと思います。 AI や IoT などデジタル技術を活用して、さまざまなデータを集積、分析をして、設備状態の可視化や運用、保全業務の支援を提供いたします。この10月からは、設備保全、指導期限など、3つの機能のサービスから提供を開始する予定です。 その後も順次、運用、保全を効率化する機能を拡充しまして、上下水道事業全般の経過代解決に資するような総合デジタルソリューションとして提供していきたいというふうに思っております。以上、具体的な事例をご紹介させていただきましたが、最後に日立の目指す水の未来についてですが、 どうすれば持続可能な世界を実現できるのだろうかと、この問いに答えるべく、日立だからこそできる OT、IT、プロダクトと、それをつなぐプラットフォーム、ルマーダにより、安全、安心、安定した水をすべての人に供給して、持続可能なスマート水インフラの実現を目指して、スマートな未来と SDGs の達成に貢献していきたいというふうに考えております。 本日はご清聴ありがとうございました。